どうもこんにちは、本田です。それでは今日は前回に引き続き二次不等式を学んでいきます。まずはこいつから。 x2+2x+2 が0よりも大きい。なんだこれ、簡単じゃん。今 x2次の係数がプラスだから、このまま二次方程式に移行して解を求めればいいんだよね。じゃあ実際やってみよう。するとざわってなる。二次方程式の判別式が負になるから解が出ねえってなる。なんかただならぬことが起きてるよね。じゃあ一度原点に戻って、この状況を図で考えてみよう。ガチで図を描くためにこいつを平方完成すると半端ねえことがわかる。こいつ頂点の y 座標がプラスだから浮かんじゃってるんだよね。今 x 軸よりも放物線の方が上にいるところはどこですかって聞かれてるんだけど、それって全部だよね。だってこいつ完全に浮かんじゃってるんだもん。ってことで、すべての実数、これが答えになる。二次方程式の解がない、つまり判別式が負っていうのは、放物線と x 軸が交点を持たないっていうことだから、いつもと違う雰囲気になる。こういう場合は、図を書いて答えがどうなるのかを判断しよう。じゃあ次は、x2+2x+1 が0よりも大きい、この不等式を解いていくんだけど、セオリー通りやると重解になってよくわかんないから、この場合も図を書こう。重解ということは放物線と x 軸が接してるってことだよね。この図が書ければ大丈夫。今 x 軸よりも放物線の方が上にいるところはどこですかって聞かれてるから、ほぼ全ての実数で放物線の方が x 軸よりも上にいるんだけど、接点だけはダメだよね。ということで、1以外の全ての実数、これが答えになる。二次方程式に移行した後、解が出ないもしくは重解になったら、二次関数と x 軸が交点を2個持ってないっていうことになるから、こういう状況になってる。この場合は図を書いて処理しよう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。